どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、やっとね紹介する時が来たかなというふうに思ってるわけなんですけども、楽天クレジットカードのですねポイントサイトの案件と公式サイトのですねキャンペーンのですねポイントがアップしておりますので、こちらをですね解説やっていきたいというふうに思います。ポイントサイトと公式サイトのキャンペーンを合わせるとですね、もしねポイントサイトを初めての方であればですね、最大1万8000分のねポイントがもらえるっていった形になりますので、ぜひね参考にしてみていただきたいなというふうに思います。でですね、こちらのキャンペーンに関しては楽天カードのですね新規入会キャンペーンについては1週間限定というふうになっておりまして、ポイントサイトのですね案件に関してはあとね2日間っていうところもあるっていった形になりますんで、発行を検討されている方はですね早めに決断ねしていただければなというふうに思っております。それではですね、楽天カードの基本スペックについてね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、まず年会費が無料というふうになっておりまして、基本還元率は 1% というふうになっております。でですね、 ANA マイレの還元率は 0.5% というふうになっておりまして、年会費無料というふうになっているわけなんですけども、 ANA マイレの移行手数料もですね無料というふうになっております。貯まるポイントは楽天ポイントということで、ポイント有効期限はですね1年間というふうになっているわけなんですけども、こちらねポイントが付与されると既存のポイントもね延長されるっていうふうになっておりますので、楽天カードですね利用し続けている方であれば実質無期限っていうふうになっております。またですね、楽天にはですね期間限定ポイントっていうねポイントがあるわけなんですけども、こちらの有効期限についてはですねそれぞれね固有の設定がねされているっていった形になっております。でですね、海外旅行保険については利用付帯でねついているっていった形になっておりまして、国際ブランドはビザ、マスター、JCB、アメックスっていう風になっております。楽天カードに関してはですね年会費無料でメインカードにねされているっていう方ねかなり多いというふうに思います。楽天カードをね利用して、貯まるポイントは楽天ポイントっていうふうになるわけなんですけども、年会費も無料ですし、貯まったポイントについてはですね楽天のサービスなどでね利用できるっていう点もですね、人気をね支えているのかなというふうに思っております。またですね、楽天市場をですねメインで利用されている方であればですね、こちらの楽天カードを発行するだけでこの楽天 SPU っていうねスーパーポイントアッププログラムっていうものがあるんですけども、こちらに関しても無条件でね 3% 還元っていうふうになりますので、この点もですねかなり人気の理由なのかなっていうふうに思っております。私もですね動画で結構ね楽天経済圏に足を踏み入れておりますっていうね話させていただいてるわけなんですけども、私はですねもう完全にどっぷりね使ってる感じですので、楽天ゴールドカードをね保有しているっていった形になっております。でですね、今回の楽天カード側の新規入会キャンペーンなんですけども、11月の16日までに新規発行するとですね最大8000分のねポイントがもらえるっていったキャンペーンになっております。このポイントに関してはですね2000ポイントが通常ポイントで付与されて、6000ポイントに関しては期間限定ポイントでね付与されるっていった形になっております。通常ポイントのね2000ポイントっていうのは ANA マイルにですね半分で交換することができるっていった形になっておりますので、この2000ポイントに関してはですね1000マイルに交換することができるっていった形になっております。またですね6000ポイントに関しては期間限定ポイントというふうになりますんで、楽天市場のお買い物であったりマクドナルド、ミスタードーナツ、ファミリーマートといったねところでポイントとしてね利用することができるっていった形になっております。またですね楽天ペイっていうねコード決済あると思うんですけども、こちらもですね期間限定ポイントもですね利用することができるっていった形になっておりますんで、楽天ペイをね利用すればですね基本的にコンビニなどもですね利用できるかなというふうに思っておりますので、もしね期間限定ポイントが利用しづらいって思っている方であればですね楽天ペイですねぜひ利用してみていただきたいなというふうに思っております。私はというとですね楽天ポイントね結構ね溜まりやすくて利用させていただいているわけなんですけども、この期間限定ポイントをね基本溜まっていくっていった形になっておりまして、私の場合
場合はですね、楽天電機に契約してですね、楽天電機の支払いにしたりですね、メインのねスーパーとかもですね、楽天ペイがね対応したということになっておりまして、私自身はですね、この期間用途限定ポイントのね利用先がね困るっていうことはねない感じになってるんですよね。でですね、楽天ポイントと楽天ペイがね使えるお店に関してはこちらの動画の概要欄にね入れておきますので、気になる方はですね、ぜひチェックしてみていただけたらなっていうふうに思います。次にですね、楽天のこの新規入会キャンペーンのね8000分のポイントの受け取り方法に関してなんですけども、まずねクレジットカードを発行すると1週間程度ですね、クレジットカードが到着するっていった形になります。到着したらですね、楽天e ナビもしくはですね楽天カードのアプリケーションをですねログインしていただいて、ポイント申請を行ってください。ポイント申請すると2000ポイントねもらえるっていった形になるわけなんですけども、これねポイント申請しないともらえないっていった形になっておりますんで、この点はね注意していただきたいなっていうふうに思います。こちらのウェブサイトに関してもですね、動画の概要欄にね入れておきますので、クレジットカードを発行された際はですね忘れずに受け取り申請ねしていただきたいなというふうに思っております。次にですね、6000ポイント分ですね、こちらに関してはクレジットカードを利用すると6000ポイントがねもらえるっていった形になっておりまして、クレジットカードの利用期間は11月の9日から12月の31日までっていうふうになっておりまして、クレジットカードね使わなきゃいけないわけなんですけども、こちらね利用金額に関しては1円以上っていうことでかなりハードルが緩いっていった形になっておりますんで、今回のキャンペーンでこのポイントもですね狙って発行される方ねほとんどだと思いますので、まあ大丈夫かと思うんですけども、楽天カードが手元に来たらですね、とりあえずね何でもいいので一回ね利用して、こちらのポイントもですね取りこぼさないようにしていただきたいなというふうに思います。これでですね合計8000ポイントが獲得できるっていった形になっております。それではですね、次にポイントサイトの案件ですね、ANA マイル、JAL マイルをね貯めている方であれば、2020年11月現在ですね、ポイントサイトハピタスでですね、ドットマイル増量キャンペーンっていうものが行われているっていう風になりますので、こちらのドットマイル増量キャンペーンに関してはですね、専門の動画ね出しておりますんで、そちらね見ていただきたいなという風に思うわけなんですけども、今現在ね ANA マイル、JAL マイルねかなり高交換率でねポイントを交換することができるっていった形になっておりますので、ポイントサイトねハピタスで解説ねさせていただきたいなっていうふうに思います。こちらポイントサイトハピタスの案件ではですね、新規発行のみで8000円分のねポイントがもらえるっていった形になっております。ポイントサイトのですねポイント獲得条件については、新規でね楽天カードを発行するだけっていうふうになっておりますので、これだけでですね8000円分のねポイントがもらえるっていった形になっております。またですね、ポイントサイトハピタスにですね登録されてない方は、さらにね2000ポイントがもらえるねキャンペーンも今ね行われているっていう風になっておりますので、もしねポイントサイトハピタスね登録されてない方で楽天カードをですねまだ発行されてない方であればですね、楽天カードの新規入会キャンペーンとポイントサイトハピタスのですねキャンペーンを入れると2万円分のねポイントがもらえるっていった形になりますんで、かなりね強烈なのではないのかなっていうふうに思っております。もしねポイントサイトハピタスを利用したことある方に関してはですね、最大1万8000円分のねポイントがもらえるっていった形になります。年会費無料でですね、ここまでポイントがもらえるっていうのはですねかなり大きいのかなっていうふうに思いますので、ぜひね狙ってみていただきたいなっていうふうに思っております。またですね、今回のこの動画ではポイントサイトハピタスのドットマイル増量キャンペーンがありますので、ポイントサイトハピタスで解説ねさせていただいたわけなんですけども、ポイントサイトのポイントをですねマイルに交換する予定がねない方であればですね、ポイントサイトライフメディアで同じ楽天カードの案件が9000分でね出ているっていった形になりますので、現金とかね他のポイントとかに交換されたいっていう方はですね、ポイントサイトライフメディアの方がおすすめかなっていうふうに思いますので、こちらもね覚えておくようにしていただけたらなっていうふうに思います。
いかがだったでしょうか。今回はですね、楽天カードの新規入会キャンペーンとポイントサイトの案件をですね、解説させていただきましたけども、年会費無料のクレジットカードであるにもかかわらずですね、ここまでねポイントがもらえるのであれば、ぜひね狙ってみていただきたいなっていうふうに思っております。でですね、私が今までねこの楽天カードを紹介してこなかったのはですね、楽天カードに関しては新規発行でですねポイントサイトの案件が一昔前までは本当に高いクレジットカードだったんですよね。私が知る限りでは最大ね1万7000円までねポイントアップしたクレジットカードっていう風になっておりまして、私的にはですねこういうポイントがまた出てくるのではないのかなという風に思っておりまして、なかなかね楽天カードのポイントサイトの案件って紹介してこなかったんですけども、もうね丸1年ぐらい楽天カードで1万何千ポイントみたいなねそういうポイントがつくっていうのはですね見てないっていった形になりますので、今回ですね楽天カード側のキャンペーンがですね、いつもね5000とか6000とか、まあよくて7000ぐらいだったんですけども、今回ですね8000ポイントまで上がったということで解説ねさせていただいたっていった形になります。楽天カードね保有されてない方はですね、ぜひね狙ってみていただきたいなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしたいけどとても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。